時の墓は、五木博之の小説及び、それを原作とした、テレビドラマ作品である。日露戦争下の城下町、金沢を舞台に、美貌の芸妓、染野と、ロシア貴族出身の青年将校岩ノフとの恋の、行方を描いた作品。婦人画報連載途中より話題となり、テレビドラマや演劇にもなった。作品名には、時の墓とあるが、物語中では、 実際の時は登場しない。小説は、婦人画報2968年3月号から途中救済を挟んで1976年5月号までに連載されて、全体は4章に分かれている。そこ、ここに男と女の性への執着を必要に折り混ぜながらも、日本が軍事的にアジア大陸へ向かっていく20世紀初期の時代にあって、 一人の女が強靭な愛を貫く運命を壮大なスケールで描こうとした、五木博之の一作。1970年1月12日から1月30日に NHK 銀河ドラマ枠、月曜金曜21時21時30分にて放送された連続スタジオドラマ、同枠に移し作目、カラー作品、全15回 NHK 東京制作。 キャストスタッフ1973年4月30日から6月15日に、富士テレビ、第4奥様劇場は国で放送された連続テレビ、映画、カラー作品、全35回、奥様劇場第68作。歌舞伎座テレビ室の制作としては6作目に当たる。平均視聴率7.9%、最高視聴率9.8%。 スタッフとして進行を務めていた杉浦隆明が女郎役で出演。神田隆は NHK 版と同じ役で配役された。岩野夫役を演じた石崎二郎はサブリシンの子息。キャストスタッフ、五木博之著、時の墓、五木博之著、時の墓上、中、下。ありがとうございます。